하지만 우리 참 프레타 채널을 바로 섞이는 마고갱감 우미 우미 이때 가사 와 오늘 라비아는 내가 딱 기억해 야신내 나라 というわ けで ですね この海の家で 1万円を 食べきろ 出た 海の家バージョン 海の家のメシはマジうまいから それではいろんな海の家を転々として 1万円 突破したいと思います それでは行ってみよう焼きそば 600円 熟成唐揚げカレー 900円 グアバとマンゴー 400円 100円 ですすごいボリューム 2300円 結構いったね ちょれーぜ どうぞにいいよじゃあ俺ガバでいいですかこれでマングーでファーストドリンクはいただきます乾杯夏最高青い空青い海ピンクのガバですよねこれがいいよねこれがそれなんですか耳当てこれ聞こえるんかなうわ焼きそば超うまそうこれ海の家といえば焼きそばですよおーらうまい焼きそばと肩を並べるのがカレーですあるけど唐揚げ載せちゃってるのよ最高じゃないですかこれのこのお店ワンツーじゃないですかこのお店はカレーがおすすめなんですおすすめ12投資のお姉さんが来たいただきます ちょっとねトマトが入ってる感じの野菜たっぷりカレーはいカマロン唐揚げ食べよううん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 
これ200円安すぎない？でも食べたいやん。ブルーネイドポテト原宿であるやつだ。まさかまさか海の上食べれちゃうの？海の値段込みで600円で安くない？300円じゃなかった。うまい甘みの唐揚げ。これたこ焼きじゃないけど、これ揚げたこ焼き。相当な甘みの数あるよ。ほら本物食べたからうまっ。これうまい。揚げてるからちょっとパリパリしてるし。で、キュウリ挟みます。バクバクいってごらん。頑張れ。食べた甘エビ。エビはあれなんで、今日やめておきます。一人でこの家を。結構これきついよ。エビ。はい、やりました。やばい。おわ、人でタオルで綺麗綺麗。しょっぱくなってより美味しい。はい、あと甘エビ。タコ踊り。暑さで頭おかしい。カニクリマング。これはすごいよ。高さわかります？出世違います。俺ら気持ちいい。こぼれちゃう、こぼれちゃう、こぼれちゃう。夏だなぁ。ハワイじゃないですよね。江ノ島ですよね。かき氷うまっ。これで800円いいですよ。ありがとうございます。これタコライスだ。これおいくらでしたっけ？1000円。やっちゃうんだけど。間違いない。どんどん行っちゃっていいよ。ちょっとお腹いっぱいなんだけど。これバグバグ入れちゃうわ。うまいよ。食べても食べてもなくならないから。これ初めて見た。ワッフルよりアイスの方がでかい。 S サイズにしたからね。このなんかもちもちのこの丸いやつがいっぱいついてる。これタコライス食った。じゃん、いただきます。よいしょ。タコライス食べた後にこのデザートがいいわ。さっぱりのデザートじゃん、うん、結構濃厚なデザートだから別々の味わい。なんか最近の海の家も洒落てるよな。そんなのなんてなかったよ。女性食いついたな。この前行っちゃうもん。はい、おはよう。風が吹いて。こんなもうね、ちんたらちんたらやってもしょうがないんだから。これ一気いっちゃうの。食いたいだけでしょ。ジャークチキン600円。天下焼きがこれ400円。いただきます。結構辛い。これはもうアホキングの反動だ。俺イカ食べる。うまっ。ただの海の上ったら定番でうまっ。これやわらかっ。で、バキッと。うん、うん、ラムネ4本取れました。ラムネー。喉乾いてんのよ。一気に4本。どんどん飲んじゃおう。こうやって、こうやって、こうだ。腹のほ、これがもうさ、変なる置いとくっていうだけで。ラムネがね。いや、やっこ、やっこさー。このね、今腹いっぱいの状態でやっこなら食べれる。ここのお店、おつのみ系が多かったらよかった。はい、もつ。あー、ラムネ、めこれ食べたかったんです。うん、夏のもつ煮どう？ガイレバハルケン。え、うわ、やっこ絶対うまい。やっこです。今食べたかったのこれ。はい。あー、やっこのスープうまいんだよな。やっこのスープってなんだ。じゃもういっちゃうよ俺最後は。全部いい。これいっていいよ。おいった、いった。この段階で今9500円。あと500円。結構払ってるね。ぶっちゃけ一番最初俺焼きそば来てるから。カレーと焼きそばめっちゃ量多かった。で、500円のもの買いました。なんぞやそれは。うわ、なんぞや。食べてるんですか。回転焼き鳥500円。はい。これも柔らかい。目の前で焼いてくれてんだもん。そうだ。炭酸シュワシュワ。俳句読んじゃうかな。俳句炎天ラムネを飲むほど
吉祥寺って吉祥寺に帰ってくれ。ぐーっとぐーっと焼き鳥食え。ちょっと飲めば分かる。ベトナムの助けで今日飲むわ。いやまだ入ってるやんか。本当だ入ってた。俺一口で食べるわ。あーうまっ。すごいこれだ。うまいよ。あとラムネ飲んで終わり。はい完食。一口もえこっす。よっしゃ腹いっぺー。主食が多い。みんな腹減るから海だと。店舗によっては行きたばえーみたいなのから今の海の上はすごいことが分かりました。ここのお店も全然良かったね。優しくて笑顔なの。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。それではさよなら海。いつも分かりました。おーさよなら。いつのとこキャンピングカーで2泊3日の旅行に出たい。うわっ。